皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。私は今近所の公園に来ております。皆さん私の声聞こえてるでしょうかね。周りにはカモや白鳥がたくさんおります。水の上にいて寒くないんでしょうかね。さて私は今日オンライン講演をいたしました。そこで質問をいただきました。その質問内容はナッジを使ったチラシを作ってその効果を検証するときにチラシの実施前と実施後を比較すれば良いのでしょうかというものです。それに対する答えはこの前後比較というものは本当は不十分です。なぜなら例えばナッジを使ったチラシを作ってその結果今年実施率が下がったとします。しかしそれはナッジを下から下がったのかあるいは他の要因、具体的にはコロナによって皆さん検診を受けるということを控えてしまったのかということがわからないからです。前後比較だと他の影響というものを排除できないからです。他の要因をコントロールするためにはランダム化比較試験、要は対象者をランダムに2つのグループに分けて今まで通りのチラシを受け取ったグループとナッジを聞かせたチラシを受けたグループに分けてそれぞれのグループの行動の割合を比較する、統計的に解析するということが求められます。ただこのランダム化比較試験には厳密な手続きが求められます。いきなりやるというのも大変でしょうから、わからない方いらっしゃいましたらご質問ください。そしてそれがハードルが高いというのであればまずは前後比較で小さくやってみるというのも私はありだと思っております。ただし研究においては前後比較というのはどうしても質が低いものという評価になるのはやむを得ないです。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。